次に乙北俊君,北君日本維新の会の乙北俊ですはじ <laughs> めに復興財源確保法特別会計法の一部改正案について伺いたいと思います復興財源確保のための特別な措置として政府保有株式の売却収入の,の復興財源の充当期間を5年延長すると方法はにはなっています その対象の中で日本、日本郵政株式は、んぽ生命保険の不適切な販売問題を受けて、株価が低迷するなど、当初予定していた株式売却による財源確保ができなかったことから、売却を断念したという経緯がございます。本法案では5年間延長するわけですけれども、仮解催を発行して先延ばしが続くことがないよう、日本郵政株式会社の日本、日本郵政株式の売却収入を復興財源に確実に充当すべきであると考えますが、この売却の見通しについてお伺いいたします。 財務省富山理財局次長お答えをいたします日本郵政株式は国民共有の貴重な財産であり適切に売却することで所要の復興財源を確保できるよう対応してまいりたいと考えておりますその上で日本郵政株式の売却時期につきましては株式市場の動向や日本郵政の経営の状況などを注視しつつ検討してまいりたいと考えております おときた俊くん、はい。まあマーケットの動向やまあ日本郵政の経営状況、まあこうしたのも考慮して売却判断していくと、まあなかなか詳細は言及できないということは理解をしているんですけれども、まあ5年以内の早期には必ず売却できることを目指してこのタイミングを逸することないようしっかりと準備をしていただきたいと思っております。それでですね、まあ東京地下鉄株式会社、え東京メトロについても伺っていきたいと思います。まあ先ほどの日本郵政の株式と同じく復興財源には東京メトロの株式の売却収入が重当重投されることとなっていますが、まあこれまで。 幾度も議論があったにもかかわらず、売却に至っておらず、復興財源に充当されたことがありません。こちらも被災地復興という目的に照らせば、早期に売却し、復興の財源に充当すべきと考えますが、財務省が東京メトロの株式を長年保有し続けることによる国民の不利益、デメリットについて財務省の見解をお伺いいたします。富山理財局次長お答えをいたします東東京京地下鉄株式会社法上国と東京都は 保有する東京メトロ株式をできるだけできる限り速やかに売却することとされておりますこれは完全民営化によりまして経営の効率化及び利用者サービス向上と図るという基本的な考え方に基づくものと承知をしております引き続き東京メトロの支部官庁であります国土交通省東京都と,とともに売却に向けた調整を進めてまいります 音北俊君、はいまあ、メトロ株が保有しているために配当を得ているということも事実でありますが、やはり配当よりも売却収入の方が圧倒的に大きいものですし、まあ、民営化によるサービスや利便性の向上、まあ、こういったものを期待的にも変わらず、現在は一出利益が生じていると我々は考えております。まあ、こちらも仮開催などに頼らず、まあ、計画的に売却を進めていただきたい、まあ、特に東京都とです、ね、協議をして、民営化一元化まで含めてです、ね、早期に計画を進めていただきたいと考えております。 この東京メトロの株式売却については、これまでにも財務大臣、国土交通大臣にも見解を伺ってまいりました、株式の保有や売却検討は財務省、東京地下鉄法は国交省と、財務省が所管しています。また本法案は財務省の所管であり、この点、復興庁は難しい立場であるということは理解しておりますが、ここはですねやはり被災地の復興を促進させるためにも、復興の財源として、東京メトロの株式の確実な早期売却を進言すべきであると考えますが、田中復興大臣の見解をお伺い,いたします。 田中復興大臣お尋ねの東京メトロ株式の売却収入は、まあ、復興財源確保法に基づいて、復興財源に充てることとされておりまして、必要な復興財源の確保については、政府全体として責任を持って、適切に対応していかなければなりません。ななお具体的な売却の時期や方法については 東京都をはじめとする関係者との調整を等を踏まえて、国交省、あるいは財務省において検討していくと承知をしておるところでございます。君 こういうい、ね、プレイヤーが非常に多いので、ですねどうしてもこの議論が先に進まず、先送り先送りになっていると、そういった印象を我々は持っております。まあ、復興の財源が適切に確保されるように、ですね各省庁がお見合いになることなく連携し、そのためにぜひとも東京メトロ株の売却が早期に実現するよう、復興大臣のリーダーシップ、政治決断にも期待をして、次の質問に移りたいと思います福島復興再生特別措置法改正案についいいてお伺いをいたします。 本改正案によって福島イノベーション構想についてが具体化されるつつあるなど未来志向になってきていることについて評価をいたしますまた本法の前回の改正によって帰宅困難区域の中で駅の周りなど解除が必要なところは特定 特定復興再生拠点区域として指定され整備が進められるようになったということも承知をしておりますしかしそれ以外の帰宅困難地域については前回の改正で具体的に進展した点はございませんでしたそのため復興拠点以外の大部分の帰宅困難地域は先行きが見通せずにおります 今回の改正案において帰宅困難区域で指定された特定復興再生拠点以外の帰宅困難地域について何らかの対応がなされたのか新しく規定された点などあるかこの点復興庁にお伺いいたします復興庁小山統括官お答えいたします特定復興再生拠点区域外の帰還困難区域につきましては今後の政策の方向性について検討を進めている段階にあり今般の法案には拠点区域外にかかる 特段の新たな措置は盛り込まれておりません。渡邊俊君、検討段階であって、まあ具体化されていない、まあ今回定められなかったということでありました。まあ全域を解除してこそ復興と、まあそういった基本方針、まあ閣議決定があるわけですから、まあ文字通り福島の復興再生を歌う本法案で、帰宅困難区域全域についても、まあ他の区域で示されているような、まあ具体化された施策や見通し、まあこれをお示しいただき良か,かったなと思うところであります。 この帰還困難区域は最後まで残った時計の止まった土地とも言われており特に復興拠点以外の大部分は先行きが見通せない状態が続いております政府として具体的な復興計画はどこまで練られているのか帰還困難区域で指定された特定復興再生拠点区域以外の帰還困難区域の土地活用など計画の現状についてお伺いをいたします 経済産業省大臣官房須藤福島復興推進グループ長お答えをいたします基幹困難区域のうち特定復興再生拠点区域以外についてはこれまでも地元の皆様から先行きの方針を示してほしいとのご要望をいただいておりまして大変重く受け止めております昨年12月に閣議決定されました基本方針において地域の実情や土地活用の意向や動向地方公共団体の要望等を踏まえ 拠点区域外の避難指示解除に向けた今後の政策性の政策の方向性について検討を進めることとされておりまして、現在各町村のご意見ご要望をお伺いしているところでございます。引き続き丁寧にご意向をお伺いしながら検討を進めてまいります。お小戸北俊君 まあご答弁いただきましたように、まあ、残念でありますが、現時点ではです、ね、この区地域について具体化された計画はまあ見受けられないと、まあ、これが課題であり、と、まあ、りわけ復興拠点以外の基幹困難地域についての計画策定、まあ、こちら早にえ、早急に検討を進めていただきたいと思っています。また、基幹困難地域の復興が進まない要因には、具体的な計画や見通しが見えない他に、まあ、世間からのマイナスのイメージが根強く残っている点もあると考えられます。 帰還困難区域の染料は大幅に自然減衰しているにもかかわらず、地元の自治体や元住民が物事を前に進めようとするとです、ね、帰還困難区域の放射線量についての漠然とした不安の声が寄せられることもあると、側文をしております。まあ、こうなる要因として、帰還困難、まあ、この帰還困難という名称自体が風評となり、誤解を招いて妨げとなっているのではないかと、そういった声も指摘されておりますが、この名称問題、改善するべきではないかという指摘について、大臣の見解をお伺いいたしたいと思います。田中副校 大臣まあこれまでもご答弁を申し上げておるところでございますけれど帰還困難区域については、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域のすべてを避難指示解除をして、復興再生に責任を持って取り組むとの決意で、私たちは政府、望んでおるところでございます。現在帰還困難区域については 認定された特定復興再生拠点について認定後5年程度での避難会議を目指し整備を実施しておりまして本年3月には双葉町大小町及び富岡町の一部区域の避難指示が開業されておるところでございますまあ、今後も関係省庁及び自治体との連携の上に立って特定復興再生拠点をはじめとする 被災地の復興にかかる取り組みの発信や風評の払拭に力を尽くしてまいりたいと思っておるところでございます。君 まあ今回のコロナで,です、ね、多くの方が実感したように、人や物の動きを止めて、まあ、時間が経てば経つほど、あらゆる機能が壊滅して、徐々に回復が不可能になってまいります。この区域の今後についてはです、ね、まあ、政治家として、そして復興大臣として、まあ、しっかりとしたビジョンを描いていただき、議論を進めていただくことは、急務であると思っております。被災地復興のために、帰還困難区域の指定を解除し人が住めなくても、工業用地や農地、公園にする計画を立てる、あるいはです、ね、将来的には住みたい人には住む権利を与えることを検討するなど、 政治上で可能な限り、インフラ回復の支援を進めるべきと考えますが、こちらについても見解、お伺いいたします田中復興大臣。お尋ねの件、まあ、でございますが、まあ、私どもも拠点区域外については、これまでも地元の皆さんから、まあ、多くのご要望を頂い,いておりまして、大変重く受け,て受け止めておるところでございます。 昨年、まあ、12月の基本方針においては、地域の実情や自治体の要望などを踏まえて、関係省庁と連携して、今後の政策の方向性について、検討を進めることといたしております。まあ、議員のご承知のとおり、飯舘村からは復興公園を整備したいとのご要望などもいただいておりまして、こうした各町村の具体的なご要望も踏まえながら、 検討をしてまいりたいと思っております。 この地域はですね家や墓地など、強い思い入れがあるものに、ですねまだ完全に自由にアクセスができない、とそういったですねいわば権利侵害ともいえる状態が慢性化続いている状況であります。最初のステップとして、飯舘村が要望したように、公園にする、あるいは工場にするといった、こういった計画が進行すれば、おのずと居住の要望も増え、元に戻ることが近づくと考えております。大臣におかれましては、その責務として、早期に方向性を定めていただき、前に進めていただくことを要望いたします。 次にですね福島県の県民健康調査における甲状腺の検査について質問させていただきます。この点、ですねあの先ほどの委員からもご指摘がありましたが、ちょっと私はま,あまた別の観点からご提案させていただくんですけども、この問題は何度か環境省に質問させていただいておりまして、私は残念ながらこれはですね科学的なエビデンスに基づかない政策として続いてしまっているのではないかと考えております。 県民健康調査は、福島県が実施している事業なのですが、その調査の1項目に、学校での甲状腺検査、このがんの検査というものがございます。 もちろん検査を続けて、ですね知見を蓄積していくということも大事ではあるんですけれども、しかし、ですねこれが過剰診断であると、主流の学術団体国産、国際機関などから多数指摘が入っております。甲状腺がんの過剰診断とは、本来、気付かれずに見つけなくてもよかったがんを見つけてしまうことを言いますが、例えば10代でがん患者と判断をされてしまうと、その後の進学、就職、結婚、出産など、ライフステージのあらゆるタイミングで差別的な扱いを受けてしまう可能性も、 発生しますこの問題について、環境省からは、原発由来の甲状腺がんはないこと、およびこの過剰診断のリスクについて認識されているということをご答弁いただいております。科学的な見地に基づいて考えれば、学校単位で過剰診断を招いているこの検査は、一刻も早く中止をするべきであると思っております。加えて、こうした検査が続けば続くほど、風評被害が助長されることも懸念されています。すなわち、本来見つける必要のない癌を県民調査で見つけることによって、 福島では一時的に甲状腺がん罹患者の数を増やす結果になる。そのデータをもって、福島は危険であると、まあ、こういった間違った認識を生み出す、そういった効果も生み出してしまっているのではないでしょうか。日本の行政はなかなか継続中の施策について変更することややめることができません。また地方の行政は特にです、ねまあ、少数の強い行為に施策が左右されがちで、科学的なエビデンスに基づかない政策を続けてしまうこともあると思います。ですから、ここはです、ねまあ、政治サイドが決断をし、科学的エビデンスに基づいた 政治的な提案を福島県に与えるべきです甲状腺検査については、過剰検査を、過剰診断を引き落とすこと、そして風評被害を生むことを踏まえ、復興の観点から中止の決断を県に提案していくべきと考えますが、復興大臣としてのご所見をお伺いいたします田中復興大臣福島県の、まあ、原発事故に係る住民の健康管理は、医学等の専門家のご意見を十分に尊重した上で、 コンセンサスが得られた科学的な知見に基づいて進めることが何よりも重要であると認識をしておるところでございます。今般の今後の、まあ、甲状腺検査の在り方については、福島県の県民健康調査検討委員会で議論されているものと承知をしておるところでございます。福島県の県民健康調査で見つかっている甲状腺がんは、環境省や国連、福島県、 それぞれの専門家会議においていずれも現時点では放射線の影響とは考えにくいという趣旨の評価がなされております復興庁としても引き続き関係機関と協力をさせていただいて正しい知識の普及にしっかりと努めてまいりたいと思っておるところでございます もちろん続けるということになればです、ね、多額の費用が発生しますので、福島県だけに負わせるわけにはいかないということは事実であると思います。まあ、一方で、今、大臣からも答弁していただいたようにです、ね、まあ、この因果関係は関係考えづらいと、まあ、そして過剰診断というデメリットについても、すでに認識をされているということですから、まあ、こうしたのも踏まえてです、ね、ぜひ国からもです、ね、適切な判断を促すように、ここでは働きかけていただきたいというふうに思います。最後にです、ね、復興合理について、私からもお伺いしたいと思います。 私は都議会議員時代からオリンピック・パラリンピックについて携わってまいりましたので、今回、コロナによって延期されてしまったことは、大変残念に思うと同時に、1年後には何としてもです、ね、しっかりした形で開催をしていただきたいと思っております。 今回のオリンピック・パラリンピック、復興五輪としての要素もございますから、この計画も滞りなく、従前通り行っていただきたいと思っております。まあ、成果が東北にやってきたところまでは、皆さん承知していると思いますが、東北におけるこの聖火リレーの今後の計画、そして聖火リレー以外にも、復興五輪イベントの今後の計画や、代替イベントのプランについて、現在の現状をお伺いいたします。 復興庁石田統括官お答えをさせていただきます来年夏への延期を踏まえまして、引き続き準備を進めていく必要があると,と考えております。このため、現在、復興庁としましては、被災地の機運の維持やさらなる情勢に向けまして、地元の関係者の方々,とどのように,方々にどのように働きかけ、後押しをしていくか、また復興にかかります情報発信に関しまして、新型コロナウイルス感染症の状況も踏まえながら、被災地においてどのようなイベント等が実施できるか。 またそうしたイベント等が実施が困難な間もホームページ SNS 等の情報ツールを活用してどのような取り組みが可能かといったことを検討させていただいております聖火リアンに関しましても IOC 組織委員会等においてその実施方法等の検討が進められているとしておりますし後輪の実現に向けまして組織委員会や内閣官房被災三県等と情報共有しながら引き続き連携して対応してまいりたいと考えております ま、はい、もなく時間になりますので、ちょうど最後に、ですね、まあ、こうした1年延期されたということをです、ね、まあ、今現状はなかなか東京では復興五輪のイメージが伝わってこなかったという方もいらっしゃいますので、逆にこの1年伸びたことはチャンスとして捉えていただいて、よりこの復興五輪というものを強く打ち出して推進していただきたいと思うんですが、最後に大臣の思いをお伺いしたいと思います田中復興大臣。今、答弁もありましたけれど、まあ、本年開催予定でありました東京大会は、 まあ来年夏の延期となったわけでございます復興五輪としての位置づけは決して裏らぐものではございません復興しつつある姿を、えー、国内外に発信する時間をいただいたとこのようにも思っておりましてしっかりと取り組んでまいりたいと思います被災地の復興しつつある姿の発信それを通じた復興の後押しをしっかりとお進めてまいりたいと思いますどうぞまたご協力のほどもよろしくお願いしたいと 次に梅村充